じゃん。買い物してきます。さあ、袖のインスタントパンクが可愛い。DJ が10時半までって知らなくて。とうとう着いてしまいました。行きます。バイ。乾杯。ご飯食べ終わったので、ご飯じゃないか、カフェが、カフェから出たので今から買い物します。かわいい、ここのカフェ見て、すごいかわいいの。まだクリスマスツリーもあるの。できます。気をつけてね。ねえ、これこけちゃうよ、気をつけな。ニューニューに来ました。え、これこれではないけど、え、こんなのあるんだと思って。もうニューニューが見切れない。もうこんな、見て、こんな見切れなくない？帽子だけで、え、もう100種類以上あるの。ほら、やばくない？全部見ていきたいと思います。やりつける。そして水、めっちゃずっと水飲みたかった。いやー、いただきます。何ですか？生きててよかったチャンネル。じゃん、やばい、わあ、やばい、わあ、もう世界一幸せな日だっただろうな。
はい。普通のにしようかな。はい、ちょっとチャレンジできない。え、それか卵でもいい。え、卵いい。卵にします。卵いい。卵にしましょう。うまっ。これしよう。え、写真はこっちの方がかわいいけど。そうです、そうです、そうです。写真必死なの。どうすか。ストーリーすぎてこうやってなんかこうやっちゃうけど、もう沈んでっちゃってる。これギコギコはしません。一度歯が入ってしまったら、うん、ギコギコしません。ギコギコしません。スーッと歯スー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 スなんか入ってない。何これ。そう、見て、このクリーム、カスタード、カスタードかな。甘っ甘っ。チョコレートにしよう。このままいっちゃおう。これニラですか。うん、何だろうこれ。これニラ。うん、へえ、美味しそう。美味しい。硬くない。なんかツヤがこね、全然量大丈夫。うん、鶏皿、あ、あと産地のこの米葉っぱが産地だけ。うん、とか言ってタメ口なんだよ。冷麺はめっちゃうまい。冷麺バリうま、バリうまーば。冷麺おいしかった。イエイ、イエイ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 、ちょっと欲しい。イエイイエイイエイ。タクシーでホンデまで行きます。行きます、行きます。タクシーでホンデまで行きます。よろしくね。ピカリさんに負けじと濃いめのリップにしてみた。本当だ。ベリーグマーバー、本当に寒いの。もう手、待って、手袋してくんの忘れた。まだ違う。なんかやばいやつみたい。ベリーグマーバーです。ダメダメダメ、すごいダメ、恥ずかしいから。
ダメ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 、それがダメ、それはダメ、その声ダメ同士が喋ってもう終わり、終わりも本殿に着きました。あ、そうここだ、本殿の原宿通りに、本殿の原宿通りに行きます。買い物してきます。違うか、間違えた、違うよ、そうじゃない。いや、なんでね、今動画回してるかっていうとね、うちらね、ホテルに帰るためにタクシーを乗ったの。それでね、今はね、眠たくなったからね、お互い目つぶろっかっつってね、目つぶった瞬間に車がバーンってなって、みたいになったよね。乗ってるタクシーが事故っちゃって、場所から動かないっていうことが証拠なのかもしれない、この。あ、なるほどね。車の道路のね、道路の中心にね、置いてきぼりにされてね、もういろんな車にね、クラクション鳴らされまくってね、車線の上にいた、そう、車線の上にいたの、大通り、しっかりで、いろんな車にね、あのクラクション鳴らされまくってね、けどもう私たちどうすることもできないわけですよ。後ろの席に2人で閉じ込められて、そう、2人で手握り合いながら怖いとか言ってね。なんか案内された、お願いします、ありがとう、カムサーミーだー、黒じゃない、黒じゃない、お願いします。ちょっとこれについてはさ、帰って話し合おうこれについてはさ、ちょっと帰って話、怖かった、本当に怖かった。てかなんか2人でなんか殴り合いとか始まんないかなって、そっちが。何回やばくなかったですか？え、もうなんか、もうガンって感じだよね。この距離で、うん、そう。顔面この距離。この後こう行くんじゃん、ね。どっちか絶対手出ると思って、私止めに行こうかなと思った。うん？ダメ。違う。やめて。目だよ。めちゃめちゃ来たかったところ、朝食に選んで正解でした。うんうん、出た出た、高かったな、逆転です。え、待って、これ美味しすぎなんだけど。タクシーがなんかすごい美味しかった、うんうん、だって運命的な出会いしたよね。もう何も何する、うん、気にすることはない、うん、チャルモコスムリだちょっと黙ってほしいちょっと黙ってほしい、あ、そっか、動画撮っ、そっか、他の人に聞かれて、あの、聞こえちゃう、今からアクションにある洋服屋さん行きます。
初めて行くところだから楽しみすぎる。出す？しました。シヌンさん、シヌンって読むのかわかんないんだけどさ、ケチ。もうめっちゃ可愛かったからみんな行って、絶対に。次も近くにあるショップ行ってきます。来ました、インスタントパック。かまち、袖のインスタントパンクがかわいい、ね、これめっちゃかわいいけどね。スウェット素材なのかわいい。来ました、チンハルメタカンマリ。わかんない、なんでもう来たの、うん、わぁ、どんちいるか、あっち、夜のバーに行ってきます。そこのバーは DJ がいて、金土日だけ DJ がいるバーけど、 DJ が10時半までって知らなくて、ちょっと今現在の時刻9時半なんで急がなければいけないっていう。行ってきます。すごいおすすめなカフェじゃない？しかし
昆虫側にしました。取れた？うん、バレバレ。どうぞどうぞ。うん、ホテルに一旦戻ります。タクシーがなかなか捕まらないと移動がちょっと困る。そんな楽しみだ。ありがとう、りなちゃん。かわいい。やばい。これとか。後ろにつけたらかわいい。3500円。わ、かわいい。わ、自然ね。店員さんもつけてる。木さんに来ました。ストラップがマジで可愛い。これも可愛いね。手袋もある。シュシュも。めっちゃ美味しい。なんでかっていうと美味しい。着いてしまいました。時間は光って見えないな。